こんにちは、笠原です。今回はタンパク質の性質を勉強していきたいと思います。まずですね、タンパク質の中には水に溶けるものと溶けないものとあるんですけど、水に溶ける場合はコロイドになって溶けます。で、分類的には、分子コロイドであるし、浸水か疎水かというと疎水コロイドになります。浸水コロイドの特徴としまして、多量の電解質を加えると沈殿します。これはコロイドの用語で塩石と。というふうに言っていました。それからある方法で活性分解するとタンパク質は元のアルファアミノ酸に戻っていきます。この方法としましては、一つは基酸を加えて加熱すること、もう一つは酵素を使うことですね。タンパク質の分解酵素を使うことです。タンパク質はプロテインなので、分解酵素の方がプロテアーゼというふうになります。それからタンパク質の変性なんですけど、タンパク質が弱いものがあります。タンパク質の弱点は、タンパク質からなる我々の弱点でもあるんですけれども、熱、酸、塩基、重金属イオン、有機溶媒、こういうものでタンパク質が変性してしまうんですね。凝固したり沈殿したりします。これはタンパク質の立体的な構造が変化してしまうためなので、元に戻ることはできます。これ実験の方をしてますので、実験の方をご覧ください。入れます。なんか沈殿しちゃった。みんなそれぞれ固まってしまいました、はい。はい、牛乳を今サンプルにしてですね、牛乳に酸を入れたり、重金属を入れたり、エタノールを入れたりして固まったところを見ていただきました。それが牛乳加熱すると表面にこう薄い膜が張って、それちょっとお見せしようと思ったんですけど、うまく動画で撮れなかったので、卵白の方の加熱の実験の方もやってみました。卵白の方はゆで卵とか卵焼きの原理なので、白く固まって、当然元に戻ることはできない。ゆで卵をね、冷やしたら、氷で冷やしたら生卵になると、そんなことはありませんので、これはもうタンパク質の立体的な構造変化してしまったので、元に戻ることはできないわけです。はい、ではここで、タンパク質の反応について見ていきたいと思います。具体的にはビューレット反応、基酸とプロテイン反応、ニンヒドリン反応、硫黄反応、これは硫黄 S の検出になります。それから窒素 N の検出、5種類の実験がありますので、こちらの方を動画にしてあります。まず先にご覧いただいて、それから個別の反応の方を説明していきたいと思います。では動画をご覧ください。
はい、紫色になったり、黄色くなったり、黒くなったり、まあ、いろいろな反応があったんですけれども、まあ、タンパク質といいましたら、この、4プラス1ですね、この反応を思い出してほしいと思います。で、覚え方はといいますと、最初の文字をつなげば意味がありますね。はい、ということで、ビキニと、ヨウ。一番下がちょっと入らないんですけれどもね、ビキニとヨウで、この4つの反応を思い出せるようにしてください。ではこの後一つ一つ反応を見ていきたいと思います。はい、では一つ一つ反応の方を確認していきたいと思いますけど、まずビューレット反応というのがありました。これは卵白の水溶液にですね、まず水酸化ナトリウムを入れまして、その後硫酸銅水溶液を加えますと、振りますと紫の色が出ると、こんな反応なんだ、反応でした。まあ、覚え方としましては、まあ、ビューレットはバイオレットで覚えれば色のイメージがつくと思います。これはですね、トイペプチド以上、が反応する、ですのでアミノ酸の数でいうと3分子以上です。で、実はペプチド結合の数でいて2個以上、なのでアミノ酸が3つ以上いるということになります。あの紫は同イオンのキレート酢酸になりますので、イメージとしましてはですね、同イオンの周りに N が4つあるイメージになります。で、この4つの N を持ってくるためにはペプチド結合が2つ必要だと、まあ、そんなイメージですね。ペプチド結合が2つあるということは、アミノ酸でいうと3分子以上必要だということがこの反応の条件になります。ちなみに名前がちょっと似てますけれども、こちらの方はビュレット、この反応はビューレット反応で間違いないようにしてください。次はキサントプロテイン反応です。キサントプロテイン反応は、まあ、卵白の水溶液に、まあ、濃硝酸ですね、濃硝酸を加える、そうすると白くなりました。で、あの状態はキサントプロテイン反応ではなく、単にタンパク質に、強い酸が入ってタンパク質が変性して、凝固して沈殿したというだけの段階なんです。これ加熱してあげますとやっと黄色が出てきます。ここからキサントプロテイン反応ですね。で、この黄色はアンモニア水を入れるともうちょっと発色が強くなって橙色っぽくなると、この辺がキサントプロテイン反応というふうになります。で、覚え方としましては、まあ、キサントプロテインのプロテインがタンパク質ですから、名前キサントプロテインで聞けばこれはプロテインの反応、タンパク質の反応ということが分かるわけです。で、しかも覚えやすいことにキサンの木で黄色をイメージすると黄色いタンパク質の反応というふうにイメージできると思います。で、実際にキサントっていうのは黄色い意味なんですね。で、日本語だと漢字を当てて黄色い酸とプロテインの反応と覚えると分かりやすいかと思います。で、こちらですけれども、原因はベンゼン環がニトロ化されるためです。で、ベンゼン環を持つアミノ酸としましては、まあ、ベンゼンフェチとリプトンティで、フェトチトリプなのでフェニルアラニン、チロシン、トリプトファン、こういったものを持っているアミノ酸がニトロ化されてこの黄色を出します。次はニンヒドリン反応です。卵白の溶液にニンヒドリン水溶液を加えて加熱してあげると赤紫から青紫の紫系の色が出た、これはニンヒドリン反応ですね。これ実はアミノ酸のところでやった反応でもあります。で、実はですね、これアミノ基の反応なんですね。ですからアミノ酸も行うし、アンモニア水も行うし、まあ、タンパク質も行う、まあ、タンパク質オンリーの反応ではないんですけれども、もちろんタンパク質もアミノ基持ってますので、この反応が陽性になります。ちなみにニンヒドリンというのはね、こんな物質でした。続きまして硫黄反応です。卵白の水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えまして、煮沸しました。で、その後酢酸鉛水溶液を加えますと、黒く PBS が出てきた、これが硫黄反応になります。硫黄の検出をしています。硫黄を含むアミノ酸としましては、メッシと硫黄、メッシと硫黄で、メとシなのでメチオニンとシステインが硫黄を含むアミノ酸になります。そして最後に、これは何とか反応って名前ついてませんけれども、窒素の検出になります。卵白の水溶液に、ここは水酸化ナトリウムではなくて水酸化ナトリウムの固体ですね、もっと濃い状態で入れてます。固体を数粒入れて加熱して、
います。でこの時発生した気体にリトマス紙を近づけますと、湿らしたリトマス紙を近づけますと赤リトマスが青くなる。でここでアンモニアが発生しているということが分かりますので、窒素 N が入っていたということが分かります。